ミニ中国流は囲碁における布石手法の一つ。右上秋隅、小目、相手の星へのかかりから星脇への開きまでの一連の配置を指す。数可変の黒の配置がミニ中国流である。右上隅の着点は必ずしも決まってはいないが、星との組み合わせが最もよく打たれる。近年流行している構えだが、すでに400年ほど前に、 本因暴動作が試みていた。このため道作流とも呼ばれる。下変項目と辺への開きの位置関係が中国流に類似しているためこの名称がある。中国流と同様に足早で侵入してきた敵を厳しく叩いて主導権を握る攻撃的な構えである。また下、下変右辺どちらも模様化し得る柔軟性のある布石でもある。例えば白一にかかりきたら黒二に受け。 白が根拠を持とうとするうちに、下辺、右辺を固めて、有利な進行を期待できる。したがって、白は白1と右辺に割り打つのが普通だが、これには黒2と詰め、白3の開きに黒4と桂馬に打って、下辺を大きく地下することを狙う。さらに近年では黒2で、A の片付き、B の付けなどといった過激な手法も開発されている。ミニ中国流は、 日中間で1990年代から流行し、黒番の必勝布石とまで呼ばれ広く打たれた。ミニ中国流が完成すると白から有効な対策が立てにくいので、構えが完成する前に妨害する策が様々に検討された。端的には6手目で A へのハサミ、あるいは B へのかかり返しでミニ中国流を防げる。コーノリは黒7の位置を A から1路。 古目よりにずらした、ジョーズのような布石を打ち出している。この布石は、ミニスモール中国流、もしくはミニベトナム流と呼ばれ、平成になってからの流行型である。現在も研究が進められており、イヤマユータや一力良などの次世代の騎士を中心に、広く浸透している。ありがとうございます。